2023年10月16日の「鉄道チャンネルサイトニュース」「北陸新幹線の乗務員体験してみませんか?」「11月12月にお仕事体験ツアー」「2024年3月16日の北陸新幹線金沢・敦賀間開業を前に JR グループと北陸3県が組んだ誘客キャンペーン北陸デスティネーションキャンペーン」 プレキャンペーンが展開中です。期間は2023年10月1日から12月31日まで。これに合わせ、JR 西日本と日本旅行がウエスター会員限定で、北陸新幹線乗務員体験ツアーを設定。1泊2日のファミリー向けセットプランとして販売しています。ツアーでは金沢新幹線列車区や富山電流線で、北陸新幹線の業務見学や体験が可能。 具体的にはシミュレーター体験や点呼見学気象装置体験新幹線のドア開閉や運転台見学などが用意されています出発日は2023年11月18日11月25日12月9日募集定員は各回20組40名まで旅行代金は京阪新発が大人3万800円から承認2万200円からなど。 申し込みは10月19日14時59分まで先着順ではなく抽選制で受け付けています。詳細は観光ナビ旅はバイウエスター内の専用ページに掲載しています。